お片付け、おしまいです。先輩、お腹いっぱいになりました?全部きれいに食べてくれてありがとうございます。さあさあ、先輩。こっちに来て食休みしましょう。膝枕してあげますよ。大丈夫です。食べてすぐ横になっても牛になんてなりませんよ。それに、もしなっても私がお世話してあげます。なんちゃって。冗談はともかく。ほらほら、早くこっちに来てください。首、痛くないですか?高さ、大丈夫です?辛かったら言ってくださいね。先輩の髪の毛、くすぐったいです。よしよし。よしよし。こうしていると、世界に私たちしかいないような気がしてきちゃいますね。あ、そうだ。耳かきしてあげましょうか。私、こう見えても得意なんですよ。まあまあ、遠慮なさらずに。ちょうど、耳かき棒もここにありますし。それじゃあ、お耳、見せてもらいますね。そこそこ溜まってますね。やりがいがありそうです。お掃除していいですよね。ね。ありがとうございます。では、早速始めますね。
当に耳かきってなんだか楽しいですよね。ですか？痛くありませんか？もうちょっと強くします？あ、これくらいがちょうどいいんですね。じゃあ、入り口の方からカリカリってしていきますよ。
持ちよさそうな顔してます。カリッカリッ、クリックリッってされるの気持ちいいんですね。家族にも上手だって評判なんですよ。先輩もしたくなったらいつでも私に頼んでくださいね。
切り口の方はもう大丈夫かな。次は奥の方までカリカリしますね。カリカリカリ、そーっとそーっと取れました。あんまり溜め込んじゃダメですよ。私は楽しいですけど。溜まったらまた私にやらせてくださいね。約束ですよ。さあさあ、もっとキレイキレイしますからね。先輩はそのままリラックスしていてくださいね。Thank you.
先輩、だらしない顔。お腹もいっぱいで、眠くなってきちゃいました？もうすぐ終わるので、あと少しだけ我慢してください。耳かきカリカリ。もう少しキレイキレイですからね。耳かき終わりました。で、まだ仕上げが残ってるので、じっとしててくださいね。何をされるか不安ですか？大丈夫です。痛くはないですから。では、行きますね。ふーふー。ふーふー。くすぐったいですか？我慢してください。ふうふうして、細かい汚れを吹き飛ばすのが最後の仕上げなので。もう少し強く…最後にもう一つ。綺麗になりました。
ごめんなさい。綺麗になった先輩の耳を見ていたら、つい。こんなこと家族にはしてませんよ。先輩の耳だけ特別で。先輩？もう少しだけペロペロしてもいいですか？ありがとうございます。では失礼して。これなかなかいいですね。先輩の耳、私のペロペロで綺麗になってテカテカしてます。欲しいですか？私のわがままでペロペロしているんですから、遠慮しないでくださいね。先輩が気持ちよくなってくれるなら、私…ありがとうございました。今度こそ耳掃除おしまいです。耳ペロペロ気持ちよかったですか？もっとしてほしそうな顔をしてます。そんな名残惜しそうな顔しなくても大丈夫ですよ。反対側もちゃんとしてあげますから。片耳だけじゃ気持ち悪いですもんね。